ズバリ診断毎週占い、うちのガールズがすみません。さあ、このコーナーではガールズたちのお悩みをリサ先生にビシッと解決していただきます。リサ先生、辛口のアドバイスよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お悩みある人、はい、1位いきましょう。ありがとうございます、はい、鑑定開始。事務所に本当は前から入りたいなとは思ってるんですけど、うん、フリーでやっていて、うん、やりたいことも叶えられてなくはないというのもあって、うん、まあ、合っているのかとかそういうのちょっと、うん、自分に合ってるかっていうこと、はい、まず直球で言うと入った方がいい。そうですよね、うん、はい、もう自分で個人でやるっていうのはもう自分の中でクリアしていて、はい、もうある意味、ま、うん、そう達成されているので、それからはやっぱり人の力っていう世の中の力を借りてここから発展っていう時に来ているので、ある意味転換期に来ているので、うん、なのでもう事務所に入りたいっていうので、まあ、今はもう入った方がいいですね。ただ自分っていうものはなくさない方がいい。うんうん、鬼塚ちゃんは、まあ、自分で今やってきたっていうね、それあるので、はい、自分を殺して入ってしまうと鬼塚ちゃんの場合は言葉に語弊あるかもしれないけれども潰れてしまう。はい、うん、そんな気もします、うん、なので絶対に事務所に入るからといって安売りせず、自分というものをしっかりと持って、そこでちゃんと合うところを探すで、今年ではない方がいいです。あ、うん、来年の春以降。鬼塚ちゃんの場合はどうしても考える時間っていうのがすごく要するタイプなので、はい、みんなが例えば3ヶ月のところ、はい、半年1年欲しいタイプなのでかかるな、じっくりじっくり行きたいタイプだから、はい、どうしてもその早くっていうのではなくていいので、はい、春以降っていうあたりが一番いいのかなと思います。わかりました。はい、春までフリーで頑張る。春までフリーで。でもだからといってフリーでね、そのまでにフリーではなくて、そここでも動くわけだから、はい、そこから動くわけじゃなくて、今からも動いてていいので、はい、はい、うん、情報を、ね、収集するという意味で、はい、来年の春までどうかなと思いますね。わかりました。あ、はい、本当にすっきりしました。あ、なるほどです。ありがとうございます。ありがとうございます。事務所入ります。頑張って。はい、ぜひ。